500円のガシャポン、メカニカルバストサザビーを全塗装してレジンアート作ろうと思ったら、とんでもない大惨事起きたわ。メカニカルバスト、どうもこんにちは、クラフタです。今回ご紹介するのはこちらのガシャポン、メカニカルバストサザビーです。1回500円のガシャポンで全3種類なんですが、なんと運よく1500円で3つともゲットすることができました。では早速開けていきましょう。これ結構開けるの難しいんですよね。クラフタガシャポンマイスターですからね、簡単に開けれますよ。これ1種類目のサザビーの赤い外装ですね。説明書はこんな感じで、めちゃめちゃ小さくて見にくい。じゃあ早速こちら開けて組み立ててみましょう。パーツは一部こんな感じでランナーにくっついてる時があるので、ニッパーでカットしましょう。そしてアルティメットニッパーで二度切りもしておくと。これが装甲のスタンド部分ですね。こんな形状になっていて、ここに外装をはめていきます。こういう風な感じ。はい、外装を取り付けました。全体図こんな感じですね。いかがでしょうか。まあでも内部メカはただのスタンドなんでスカスカです。ここからね、ちゃんとした内部フレームを取り付けるとさらにかっこよくなるんでしょう。後ろはこんな感じ。続いて2種類目ですが、はこちらはクリアの外装ですね。クリアカラーになった以外は先ほどと全く一緒なので、組み立てると、はい、できました。クリアカラーです。こちらはこんな感じの質感ですが、クリアっていいですね。なんか映えますね、メカが。背面はこんな感じ。いやー、塗装しようと思うんですけど、これどっちを塗装するか迷うな。そして最後に内部フレームですね。内容物はこんな感じで、こちらには点灯用のルミナスユニットが入ってます。スイッチを入れると光ると。実際取り付けるとちょっと光量が足りない時が多い。じゃあこちらもサクッと組み立てて、口元に小さいパーツをつけるんですが、これちょっと忘れがちなんで気をつけましょう。間違えて捨てないように。この辺の動力パイプ結構すごい、ちゃんと塗装されてますね。先ほどの小さいパーツは頭部のこの口元、ここに取り付けます。モノアイはこんな感じでクリアパーツになっていて、下からこの光を通すわけですね。はい、ボディフレーム完成しました。こちらですね。まあまあ作るの大変でした。こういう感じの内部フレームになってますが、この後ろからルミナスユニットを、じゃあ入れてみましょう。これを後ろに差し込んで、まあ、ぼんやり光るって感じですかね。モノアイを光らせる場合は、一旦上を取り外して上向きに角度を変えて差し込む。お、今回意外と光ってますね、モノアイ。これいいかもしれない。いつも全然光りませんからね。じゃあこのフレームにまずクリア外装をはめてみましょう。はい、こんな感じですね。なんだか映えるな、これ。そしてルミナスユニットを入れると、こんな感じに結構ボディ内部が光る。クリアで中が見えるから再現できるこの光源処理。モノアイを光らせる場合は、またまた外して付け替える。はい、こんな感じですね。やっぱりモノアイは少し光量が足りないような感じです。でもいつもよりが絶対に光ってるな、これ。暗くするとより分かりやすい。はい、そして赤い装甲を取り付けた状態がこちらですが、やっぱり赤ですね。素晴らしい。非常にかっこいいです。ルミナスユニットを胴体に刺すと、こんな感じですね。光が漏れている。このクリアパーツが光るというよりかは、全体的に光が漏れている。これはこれで、かっこいい。次に上を取り外して、頭部にルミナスユニットを取り付けてみます。はい、こんな感じです。しっかりと物に点灯してますね。ではこれを塗装していきます。まずはバラして、外装パーツから処理していきましょう。とは言っても、ご覧のようによく見るとディテールは結構しっかりとしてるんですよね。なのでこの辺を彫り直して、もともとあったディテールをしっかりと際立たせていきたい。しかしガシャポンって多分国内の工場で作られてないと思うんですよね。表面の精度が非常に悪い。もうガッタガタです。なのでしっかりヤスリをかけて表面処理する必要があります。クリアパーツにもヤスリをかけますが、こちらは光沢仕上げにしないといけないんで、1000番、2000、4000、6000、8000、1万番までかけます。フレーム部分もヤスリがけしていきますが、いや、これ本当にヤスリがけ大変だわ。この精度の甘さは9キット以上ですね。なんかディテールがどうなっているのかよくわからないところは全部削り落として、市販のマイナスモールドパーツを取り付けます。一生懸命表面処理を終えたら、一回洗浄します。こちらの水道水を使って、これをなみなみと注いでいく。食器用洗剤を入れたらしっかりと混ぜましょう。パーツに持ち手棒をつけて塗装準備。まずは下地としてブラックのサーフェイサーを拭いていきます。このシリーズガシャポンじゃなくてプラモとして出しても売れそうな気がするんですけどね。外部装甲もブラックのサーフェイサーを拭いていきます。
今回は外部装甲をスペシャルコーティング風ギラギラのグロス塗装で仕上げたいと思います。ブラックを塗ったらその上からシルバーで塗装、しっかりとメタリック感を出していきます。そして次にクリアレッドですね。このように塗装していきますが、もちろん1回では色が出ません。乾燥させてもう1回塗っていくと。これを3回ほど繰り返して色味を出していきます。塗装が終わったらルミナスユニットを自作します。プラ板でボックスを作って LED を埋め込む。そして自作ボックスをこのように差し込むと、これがボディ用の LED になります。LED に CRD、いわゆる低電流ダイオード、そしてリード線をハンダ付けします。映像のピントが合ってなくて本当に申し訳ない。出来上がりはこんな感じ。内径 3.5mm のプラパイプにリード線を通して、LED を先端に装着します。こんな感じですね。点灯テストしてみましょう。こちらの LED は 3V のボタン電池で光ります。まあ、厳密には 3.2V ぐらいなんですけど。そしてこちらのボックスの中にケーブルを通して、2つの LED を一体化させていくと、こんな感じになるんですね。そしてこの LED を単3とか単4の乾電池で動くようにします。もう一つ胴体用の LED をこんな感じではめ込みます。そして胴体のフレームをこのように内部を超音波カッターでカットして、ケーブルを通すための隙間を作ります。こんな感じに装着と。反対側のフレームで閉じて、こんな感じになります。フレームの各所にメタルパーツをはめ込んでいく。メタルパーツを使うと質感がぐんと高まりますからね。両方はめてこんな感じ、なかなかいいんじゃないでしょうか。細かい箇所を筆塗りしたり墨入れしたりしていきます。エナメル塗料なんで、はみ出ても拭き取れば大丈夫。ボディ装甲をつけるとこんな感じになってきました。いや、これはいいですね。サザビー最高やな。デカールを貼っていきましょう。マークセッターを塗布してデカールをオン。水分を拭き取ります。ここは優しく。さあ、頭部も組み立てていきましょう。反対側にも頭部のアーマーをかぶせていく。頭部にもメタルパーツとかはめてますからね。かなり質感が高まったような気がする。後頭部の真ん中のパーツもしっかりとはめて、頭頂部にトサカを差し込んで、アンテナをつければメカニカルバストサザビーの完成です。おお、自画自賛で申し訳ないですが、めちゃくちゃかっこいいです。最後に電源をつけないといけないですね。使うのは単4電池2本、 1.5V の直列で合計 3V。 そして電池ボックスを土台の裏に貼り付けます。この土台100均のやつですね。ビコーン、メカニカルバストサザビー完成です。クラフタチャンネル。メカニカルバストサザビースペシャルコーティング仕様完成です。近くで見るとこんな感じですが、やはり光沢仕上げが似合いますね。バックショットはこんな感じ。メカニカルバストは初めて塗装しましたけど、なかなか面白いですね。ただしヤスリがきはなかなか大変、特にフレーム部分が。斜め上からの俯瞰で見るとこんな感じ。いや、いいですね。やっぱりサザビーはいいですね。流線形のボディですから光沢仕上げがまあよく似合うこと。LED が見えるようにちょっと煽りで映すとこんな感じ。自作のルミナスユニットですが、これ実はアダプターを返せばコンセントからでも電源が取れるように作ってあります。はい、本編はここまでとなります。これから先は完全なるおまけです。見たい人だけ、暇な人だけ見てください。ここから先の動画はまさに大惨事なんで。何をするかと言いますと、こちらです。バキュームチャンバー。もうお分かりかもしれませんが、サザビーをレジンアートにしたらめっちゃかっこいいオブジェになるんじゃないかと思って、真空脱泡機を買った次第です。はい、これが Amazon でおすすめに上がってた真空脱泡機ですね。結構安くて2万円ぐらい。説明書がめちゃくちゃ不親切ですが、とりあえず勘で組み立てていきます。このメモリのところ、液体が充填されてるみたいですね。傾けると泡の位置が変わる。そしてこちらがコンプレッサー的なやつ、何なのかはよく分かりません。まあ、この部分に専用の真空ポンプオイルってやつを入れていきます。蓋を開けまして、不器用なクラフター絶対こぼしそうと思いながら注いでいきますが、運よくこぼさずにオイルを充填することに成功。この部分が電源スイッチみたいですね。取り出したるはこちら、エポキシレジン4リットル入り。こちらのレジンの混合比は1対1。とりあえず 200ml ぐらい作ります。そして A 剤と B 剤を同時に投入。これ一緒に入れないと混ざりにくくなるって説明書に書いてありました。そしてお次はこちらですね。安心と信頼のマキタ。オープン。電動ドリル。
これで A 剤と B 剤をしっかりとかき混ぜる。 Amazon で買った混ぜるやつをここにはめようとするんですが、さすがどこの国で作ったかよくわからないやつです。はまりません。なんとかはまったんで、こちらの電動ドライバーを使って混ぜていく。しっかりと混ぜると当然泡だらけになります。出来上がりこんな感じ。もう泡泡ですね。そしてこの真空脱泡機がここで活躍するわけなんです。中にレジンをセットして蓋を置きます。バルブを開放して真空状態を作り上げる。おお、目盛りがどんどん上がっていきますね。上がっていくというのか下がっていくというのか。このマイナス26ぐらいから29ぐらいでもう真空状態らしい。そうすると何が起きるかというと、ご覧の通りこのレジンからブクブクと泡が発生しております。どれぐらいやったらいいのか全然わかりません。容器から取り出して刃器を使って表面を一旦コーティングしていきます。ちなみにこのレジンアートに関しては、某有名レジンアーティストの方の動画を参考にさせていただいてます。プラバンさん、すいません、参考にさせていただきました。そしてメカニカルバストをアクリル板で囲います。余ったレジンがもったいなかったんで、このボックス内に注入したんですけど、ご覧の通り泡だらけ。これはですね、購入したレジンが速乾性のレジンなんで、混ぜ合わせて脱泡したらすぐに注がないとダメみたいなんですね。引き続き追加のレジンを混合していきます。これを脱泡機にかけますが、むちゃくちゃ泡が出てくるんですよね。吹きこぼれんばかりです。これ多分10分ぐらい脱泡した方がいいみたいですね。メタリックグリーンの塗料をちょっとだけ入れてかき混ぜます。これは脱泡の前に入れておいた方が良かったのか。ではゆっくりと注いでいきましょう。なんかね、ゆっくり注がないといけないらしい。サザビーの上に降り注ぐレジン液、果たしてうまくいくんでしょうか。10倍速でお送りしております。はい、注ぎ終わりました。ご覧ください、この状態。一番下の1層目と比べると全く泡がないですね。これはほぼほぼ成功したんじゃないでしょうか。なんか所々小さい泡が残ってますが。そして3杯目を投入ですが、この瞬間に最大のミスを犯してしまいました。ご覧ください、なんと脱泡するのを忘れてそのまま投入してしまいました。これはいかん、最悪な状態です。そしてクラフター何を血迷ったのか、ここから慌てて脱泡します。そうです、この状態でチャンバーにぶち込んだわけなんですね。そして出来上がったオブジェがこちら。なんだこれは、何なんだこれは、なんだこの不気味な物体は。とんでもないことになっている。理由はよく分かりませんが、脱泡時のブクブク状態で固まるという何とも悲惨な状況になってしまいました。あんなにいい感じで仕上がってたサザビーが見るも無残な姿。というか、あそこまで成功しててこんな大失敗する？普通、まさに神がかった失敗ですよ。天才的なバカ。ほんとレジンを注ぐ前のあの時に戻りたい。メカニカルバストを全塗装したと思ったら、プラス5万円かけてこんなガラクタを作ってしまったという、なんともやりきれない状況です。期待してご覧になった皆さん、ほんと申し訳ありません。というか自分自身もめちゃめちゃ悔しい。はい、というわけで今回はメカニカルバストサザビーを使って約1キロの分鎮を作ってみました。なんだかジャグジーに使っているサザビーというか、違った意味でのリアルなジオラマを作ってしまった。皆さんも真空脱泡機にプラモごと入れるのは絶対にやめましょう。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。